どないですか、何してました家でちょっとやってましたおしゃれの極みニュース情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの中桐です。吉田です。こんにちは。こんにちは。はい、今日の質問いきたいと思います。自宅や塾の自習室にこもって勉強しっぱなしで体を動かさないといけ、動かさないのでしんどくなってしまいます。この問題は受験生に共通しているかと思いますが、先生方はどのように対処していましたか。なるほどですね。受験生に共通するんかな。僕はそんな感じたことなかったですけどねインドア派なんでこれでも質問してきてくれてる人はすごいいいですね。こもりっぱなしで、勉強ばっかしてるからなかなかしんどいっていうのは。まあ、生徒にもいますけど、去年とかも浪人生の子とか、指導してる時に体動かしたい言うてる時はもう僕普通に歩いて帰るよとか走って帰るよみたいな感じで言うてましたけどね、まあ、大事なのは休憩を取る意義っていうところがすごく大事だなって思ってて、それをすることによって次の勉強する時にプラスになるんだったら僕は何でもしたらいいと思います。別に体を動かすとかそういうことに限った話じゃなくて、この1年はもうやっぱ受験のプロになってほしいので、全ての行動は何か受験にとってプラスになるっていうところの意義づけを無理やりにでもね、やっぱり自分に言い聞かせて、それでプラスになるんだったら僕は全然なんか1時間ぐらいジム行ったりそんなのしてもいいんちゃうかなと思いますけど、どうないですか、何してました家でそのドラムちょっとやってたおしゃれの極み極みやな。まあ、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、高3の9月に学校の文化祭やって、そこで、まあ、みんなの前でドーンとやって一旦終わりっていう感じになったんですけど、やっぱバンドっていうか音楽は好きやったんでドラムずっとやりたくて、でその文化祭で組んでたバンドのみんなとその3月卒業する時にライブしようぜって言ってたから、そのもう待ってるわけなくて半年間も確かに、ね、だからその勉強ちょっと疲れたなっていう時に演奏する予定やった曲をこう聴きながらわーってやってっていう感じでリフレッシュとかしてましたかね。あとはまあシンプルに学校の体育の授業、体育の授業ほんまは大事やと思う、なんか選択するときに体育取らずに、なんか勉強の時間に当てるみたいになるけど、俺はもう体育取った方が絶対いいと思うね、現役生は。サッカーほんま楽しかった。めっちゃ楽しかった。全然サッカーできんけどそんな感じでリフレッシュは挟んでくれたらいいかなっていうふうに思うんだけど、まあそのさっき言ってくれた通り、ただ単に気分転換したいからっていう感じのリフレッシュではなくて、まあプラスアルファでその付加価値をつけるというか、受験に役立つように自分のその将来進む道にプラスになるための、まあ何か一つ休憩を挟むっていうところで自分のやることをこれから決めていってくれたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。